はいどうもこんにちはこんばんは、じゅんと申す者です。今日も PTC 事業の実況をやっていきたいと思います。今日使うデッキがこちらポリゴン Z エルフンになります。まず紹介したいカードがこのエルフン GX、 門面からの進化系で HP190 フェアリータイプです。特性ふわふわコットンを持っていて、このポケモンが技のダメージを受けるとき、自分はコインを1回投げる、表ならそのポケモンはダメージを受けないと2分の1で無敵になるポケモンですね。まあ、2分の1なんで、まあ大体無敵になります。で、技がエナジーブロー、このポケモンについているエネルギーの数 ×30 ダメージ追加と、まあ、今回はこのエナジーブローに焦点を当てて、このエナジーブローの打点を上げていくっていう、そこに重きを置いている構築になります。で、 GX 技がトイボックス GX、 自分の山札にある好きなカードを5枚まで手札に加える、そして山札を切ると、これもかなり強い技ですね。後で説明するポリゴン Z とかラグラージ、あと不思議な目とかを持ってくるためにこのトイボックス GX を使ったりします。あとはエクゾディアを5枚揃えたりもしますね。次に紹介したいカードがこのポリゴン Z、 ポリゴン2からの進化系で HP130 ノーマルタイプです。特性クレイジーコードを使っていくんですけれども、自分の番に何回でも使えて、自分の手札にある特殊エネルギーを1枚自分のポケモンにつけると、これの能力でハンドにある特殊エネルギーを必要な分だけエルフンにつけて攻撃していくっていうデッキになっております。一応このポケモン自身暴れ回るがエネルギー3つで使うこともできるので、まあ、たまにこれで攻撃したりもしますね。さらに紹介したいカードがこのラグラジ、特性パワードローを持っています。特殊エネルギーって基本的に持ってくるカードがないので、このパワードローを使って山札を掘ってエネルギーを引いていくと、ハイドロポンプも水弱点の相手に対しては打っていくこともありますね。基本的な動きとして、まずエルフン GX を立てます。で、水ゴローとポリゴン Z を立てておいて、トイボックス GX を使ってアメとラグラージポリゴン Z を持ってきて、次のターンからポリゴン Z とラグラージが立った状態でエルフン GX にクレイジーコードでエネルギーをつけていくと、で、エルフン GX 自体は2分の1で無敵なんで、それで攻撃していくっていうデッキになっております。それでは早速対戦の方に行ってみましょう。はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。相手が超水鋼フェアリーと、ここ相手が先行を取ってきそうですね。そうですね、門面スタートをしたいんですけど、ナイス。ハンドも、まあ、ちょっと泥サポがないのがダメそうですけど、まあ、泥サポ引ければいけるかなと。2段目にラグラージを立てることもできそうなんで、相手はソルガレイオですね。エルフーン弱点疲れちゃうんで、まあ、そこに関しては、まあ、どうにかしていきたいかなと思うんですけど、相手はジラーチとアロキューまで入ったソルガレイオですから、おそらく。まあ、エルフン GX でしっかりと表を出していけば、ふわふわコットンに表を出していけば勝てるはずなので、まあ、そこを狙っていきたいかなと。願い星でハイパーボールを手に加えると。ハイパーボールから、おそらく種ポケモンとかカプテルフを持ってきそうですかね。やっぱアロキまで入ってましたね。コスモックを持ってくる。これは進化元ですね。これ2ターン目から攻撃されるっていうことを考えると、まあ、これは、門面をもう1枚立てておいた方がいい気もしますね。倒されない前提で水ゴロを立てたいんですけど、まあ、強気すぎますかね。でも門面引く可能性もあるんで、リーディエで強気にいっちゃいますか。これは敗北は打てないですね。リーディエ打っちゃいましょう。残念、引けずと、まあ、じゃあここは、まあ、膨らむでお茶濁しちゃいますか。まあ、次のターン倒されなければいい話なんで、倒されちゃいますかね。雨プラス何かで一応倒されちゃうんですけど、さすがにこれはハイパーボール使って出しておくべきでしたかね、門面を。ちょっとリーディエで引くっていう前提で、まあ、ハイパーボールもさっきの打てたんですけど、まあ、打たずというちょっと強気なプリングになってしまいましたね。コスモックを持ってくる。まあ、これは進化、不思議な雨プラストルガレオプラスエスケープボードがスイッチまで必要なんで、不思議な雨もありますね。ハイパーボール、ああ、これはありそうですね。そっちの方のソルガレオであれば、一応入れ替えることはできなかったですね。よかったですね。よかったので、しっかりと進化していく。まあ、ここは一見落着というか、まあ、一命を取り留めましたね。ラグラージに進化しますか。まあ、ここジラーチを倒した方がいいのかな。倒しに行きますか。この状態で白をなお打ちますか。とりあえず門面をもう一枚出す必要はありますね。ないと。パワードローでポリゴン切りますか。まあ、ここトイボックスでもいいっちゃいいんですけどね、ぶっちゃけ。敗北で、まあ、トイボックス打っちゃいますか。強気に行くのであれば。ここまで切って、まあ、持ってくるのは門面で。まあ、そうですね、強気にここはもうトイボックス打ちましょう。持ってくるのが飴とあとエネルギーでも良さそうなんですけど、パワードローのためのポケギア、さらに後続の門面と、ね、ユニットとダブル無色かな。まあ、ソルガレオをしっかりと倒しにいっちゃいましょう。ここは
これでターン終了。大抵 HP が250点なんで、8枚つければ250点出ますね。なんでこれまあいけるかなと。エリカで4枚ドロー。まあ、これまだ入れ替えられない可能性もありますし、まあ、正直入れ替えられても大丈夫なんですよね。願い星からリレーを持ってきますね。ロコンで逃げる札がないと。まあ、ここはエネルギーつけすぎても意味ないんで、まあ、適度につけておきますか。まあ、正直倒せるんで、この状態のまま。この状態のまま倒せるのであれば、あまり無駄に打つ必要もないのかなと。無駄につける必要もないのかなと思うので、とりあえずパワードローでドローを見まして、まあ裏につけときますか。まあ一応ジャッジマンが怖いので、まあちょっとはつけておいても良さそうですね。こんぐらいかな。こんぐらいでいいでしょう。あ、このユニットはつける意味なかったですね、正直。まあこの状態で、エナジーブロー100点ですね。このターン、グズまでソルガレを倒しておいた方が明らかに良かったですね。まあ、これちょっとプレミですかね。ちょっとプレミでしたね。グズマあったので、グズまでソルガレを倒した方が良かった気もするんですけど、まあ、表出せば関係ないんで、誤差ですね、これは。これはおそらくアロラ急行持ってきませんでしたね。コスモウムを持ってくると。進化、まあ、これはしっかりと表を出しましょう。勝ちですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。相手が雷ノーマルアークタイプと。まあ、ここは先行いいですね。しっかりと先行もらっていきましょう。2ターン目からトイボックス GX を打っていくことが大事ですね。反動もこれ結構強いですね。これかなり強めドラゴンなんで、しっかりと動いていきたいかなと。はい、対戦よろしくお願いします。相手がアブソル、これは強いな。反応が鬼強いですね。山札確認して、ポリゴン Z のラグがあって、不思議な目も4枚ありますね。じゃあこれは前にエネルギー1枚つけてリレー打っていきますか。まあ、倒される可能性もあるので、一応後続の門面出したいんですけど、引けず、ちょ、怖いに出しておきますか。こことここ切って、門面を出すと。まあ、1ターン目に倒されてしまって、次のターンに動けなかったりしたら結構災難なんで、ここは一応門面を出しておきましょう。ターン終了。1ターン目にしてはかなりいい動きができましたね。まあ、相手おそらくピカゼクだと思うんですけれども、ふわふわコットンの特性をしっかりと発動していけば、これはアブソルに隠密フード。アブソルにつけてくれたってことは、まあ、ピカゼクにはつけられないと思うので、さすがに複数枚隠密フード入ってるとは思えないんですよね。サンダーを出してくると。まあ、これは、そうですね、ゼラオラ出して、エネルギー付け替えとかで、もしくはここでサンダーマウンテンでありましたね、サンダーマウンテン。まあ、これは門面を出しておいて正解でしたね。出してなかったら災難だったんで、ここは良かったですね。エルフン GX 進化して、まあ、ここはシロナでエネルギーですね。フェアリーエネルギーとなるカードを持ってきたいんですけど、持ってこれましたね。雨まであると、雨ラグに進化して、まあ、ここはどちらにせよトイボックス GX しか打つつもりはないので、パワードローからハイパーボール切って3枚引いていきましょう。とりあえずこのネストボラは門面出したいんですけど、門面出しといて、で、まあ、ここはエネルギー、まあ、基本エネルギーつけて、トイボックス GX、不思議な飴とポリゴン Z が確定で、まあ、あとはエルフン GX とサンダーマウンテンを張り替えるためのワンダーラベニスですね。と、もう1枚が、まあ、シロナでいいのかな、おそらくシロナでいいと思うんで、まあ、リーレでいいですね。リーレでいいんで、リーレを持ってくるところでターン終了。ジャッジマンとか打たれたら、まあ、ちょっときついんですけど、打たれなかった場合はかなりいい動きができそうですね、次のターンは。EV、まあ、これはサンダース GX に進化していきますね。ベンチポケモンまでダメージが入るのはちょっときついんですけど、入れ替えて、おそらく GX 技じゃないですね、ヘッドボルト。で、裏。まあ、これは一応死なないんで問題はないかなと。このサンダースはワンパンで倒せるんで、6枚、7枚ですね。エネルギーが7個あればいいんで、とりあえず雨でポリゴン Z に進化、さらにエルフーンに進化、ここはクレイジーコードからダブル無色と、もうこれ全部貼っちゃいますか。1、2、3、4、5、6、さらにリーレを打って、引かないと。まあさすがにこれパワードローで引かないとまずいですね。パワードローでポケギア切って3枚ドロー。エネルギーを引いていきましたね。じゃあ手張りして、まあここは門面かな。門面出しておきますか。この状態でエナジーブロー。
220点いいダメージですね。これエネルギーを破壊されてしまった時が、というか普通に倒れてしまった時のエネルギーが少なくなってしまうんで、サンダーを出してくると。これワンライフも結構刺さってると思うんで、相手攻撃できない可能性も多いにありますね。まあ、もし攻撃されてしまった場合はふわふわコットンで特性で表を出せばダメージは食らわないので、ネストボールから、まあ、これはジラさんっぽかったですね結局。ピカゼクは入ってると思うんですけど、まあ、ピカゼクサンダーサンダースみたいなデッキかなと思うんですけど、カプコケコプリズムスターを出してきましたね。サンダーアンダーにエネルギーをつけていくエンド。まあ、このエンドはありがたいですね。進化して、シロナでもいいのかな？シロナ打っちゃいますか。ここは一応、ジャッジマンとかもケアして、エルフン GX エネルギーつけておいて、この水ゴロを出す必要ないんで、パワードローで水ゴロを切ってドローをしていくと。雨、まあ、これもいいですね。このままエナジーブロー打っていきましょう。220点。もう一応このエルフーンが倒された後のエネルギー問題も解決できているかなと。あとグズマでエネルギーついてるサンダーを攻撃していくっていうタクもありそうですね。まあ、グズマ引いてないんですけれども、パワードローで引けた場合はそのタクもありかなと。このワンダーラバインスプリズムスターも張り替えられていないのが結構偉いですね。じゃここはパワードローでグズマを引いていきますか。グズマ引いたらグズマで攻撃していきましょう。来ましたね。じゃあエネルギーつけてグズまでエネついてるサンダー出しまして、このままエナジーブロー160点。まあ、これはサイドがあと残り2枚ですし、相手は残り2ターンでエルフン GX2 匹倒してもサイド取りきれないんで、これはおそらく勝ちが見えてきましたね。勝ちですね。はい、対戦ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、動画の高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。